ふも寺じ。ふ寺は、愛知県豊橋市にある高野山真言宗の寺院。三号は、船形山、千行山。本尊は、青観音菩薩。豊橋市の紅葉スポット、豊橋のもみじ寺としても知られる。奈良時代の改装を伝え、源の頼朝や徳川幕府からも保護を受けた歴史があり、文化財の所蔵点数は、市内最多である。 奈良時代人紀四年七百二十七年に行記によって解散されたと伝わっている。天文三年五百三十四年成立の不問字演義には次のような伝承が記されている。関東に向かう途中で登山に登った行記がこの山の地形を既得に感じ、寺院曹操の志を抱き修行していたところ、観論が姿を現して山の形にちなんで参号は 船形山、観音様にちなんで事号は、不問辞と名付けよと、お告げがあった。行記は、その、観音の姿を自ら彫り、このお告げの内容を、聖武天皇に報告をしたところ、同等婚流が命じられて、不問辞が改装されることになった。不問辞は、天智天皇彫刻のご大明王を本尊とする、東谷、完全音菩薩を本尊とする、西谷からなり、聖武天皇は、 孫昌法、神石山と、阿メ王ー阿ー、王山から見渡せる範囲を事業とした、という。豊橋市教育委員会によって、平成16年、2004年から行われた、学術調査によれば、裏山の船形山山腹にある、元々同士の、本堂跡からは10世紀半ばの遺物が出土しており、また本尊聖刊の恩菩薩像が11世紀、菩薩型立像。 母作鏡竜像が十から十一世紀の彫刻であることが判明しており、不文字の成立が古代に遡ることは確実視されている。不文字演技によれば、古代の不文字は三千余りの傍者を抱えて繁栄したが、家王年中1169から1171年に、比叡山に攻められ消失し、ついで洋和年間1181から1182年、 二、源の頼朝王子の化石によって中興された、という。今日残されている、国の重要文化財の仏像群などからも、平安時代後期に、不問寺が大きく生まれ変わったことは、疑いないと見られる。九十三年、千百五十六年には、そう、昭位によって、京塚が造営され、平治二年、千百六十年には、高松院、二条天皇の皇より貸しされた盆栓が、 地域の人々から奉納された銅を加えて、再鋳造されて奉納さた。英略2年、1161年には、そう、英位によって、新しい不問寺の発起文とも言える、気象が定められた。平安時代後期、不問寺は新しい村々を形成した地域の住人たちによって、地域社会の自立と結集の拠点として再生された。鎌倉時代には、山毒の雲国、 岩崎を中心に、一部は、東東海に及ぶ広大な事領を有しており、とりわけ、雲国などは、不問寺の境内とも認識されるなど、中世の不問寺は、山陸の地域社会と密接な関係を追って存立した。一方、不問寺演技では、源の頼朝が、平家移動の祈祷をして、頼朝と等身大の不動明王像、現在は客殿に安置を作ったとの記述がある。 平家滅亡後、頼朝が上落する際には、不問時に立ち寄り多くの寺領を寄進し、寺門交流し、三河七御堂の随一と言ったとのつてもある。実際に、当時の文献にも鎌倉幕府から厚い保護を受けていたことを着せる記録もある。船形山山腹には二百箇所以上の人口の平坦地があり、多くの同社や防印を抱えていたと考えられ、当時の流星を忍ばせる。 特に大きな平坦地である、もともと同士、もと同士は、共に平安時代後期大掛かりな整備が行われ、現在も本堂跡の基壇が残されている。それぞれかつての不問寺を構成した船形寺、西谷本尊聖観音菩薩と五道会院、東谷本尊五大名王に相当すると考えられている。このように流盛を誇った不問寺であったが、 戦国時代になると、今川氏や戸田氏、牧野氏ら近隣の武士の争いに巻き込まれ、英正十四年、1517年には裏山に築かれた船形山次郎をめぐって、今川氏と伝子が争った船形山合戦。そして、天文二年、1533年には、陛下のため前山がことごとく消失したという。しかし、戦国時代から、 江戸時代前期にかけて、かつての流星を取り戻すべく復興が行われた。1540年頃には、不問寺復興と地域社会の再結集を記念して、船形山合戦などの一連の戦乱の戦死者を含む大規模な共同供養、三外万礼供養が行われている。東三河、西東,東海の広い範囲の地域から放火者、供養者が集まり、地域社会の結集拠点として、 不文寺の再生が目指された。その後も、今川氏や徳川家康、池田照正、照正など、代々の領主の保護を受け、少しずつ復興が進められた。慶長八年、1六百三年には最中高の十字、竜友の時に、寺領主院地百国が徳川家康より預かられた。そして十七世紀後半の十字比誉まで、秋田の時に、二王門、 本堂など大規模な造営も行われて、ようやく今日につながる基本的な時間が整えられた。以来、観音霊場、源頼朝高所園の地として、また、江戸時代には桜の名所として多くの参詣客を集め、熱く信仰された。二度にわたって大きな火災にあったにもかかわらず、不問寺には仏像、工芸品、 古文書など貴重な文化財が多く伝えられ、船形さんの休憩大遺跡と合わせて、中世山寺の代表的な遺跡の一つとして、学術的にも注目を集めている。今日、紅葉の名所として知られる、不問寺では、こうした豊かな歴史文化と自然環境を継承し、観音霊場としての信仰を守りながら、地域文化の拠点として新たな一歩を踏み出している。 紅葉、見頃は、例年11月下旬から12月上旬。午前8時午後4時30分。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。